ハロー YouTube PJ の宮本敦史です。はい、今日もね、張り切って動画撮っていこうと思うんですけど、皆さん今日も動画見ていただいてありがとうございます。今日ですね、ミレニアムパレードのファミリーを見ていこうと思います。シェーシェーシェー。はい、来ました。ついにミレニアムパレードとしては初めてね、ここでリアクションさせていただくんですけれども、いや、記載ね、常田さんのプロジェクトというか、ソロプロジェクトじゃないんですけどね、壮大な人数で、今10人以上いらっしゃるということで、メンバーの方を集めてね、その時々のこの世界観を表現すると。で、なんか大元のコンセプトとしてはですね、世界から見た東京を音にするみたいなことらしいんですけれども、まあ今までのね、作品、まあミュージックでもちょっとずつ見させていただいてはいまして、まあすごいね、独創的でアートでね、世界に勝負しに行ってるなっていう感じがね、まさにこう表現されてるんですけど、この今回のファミリーに関しては今回初めてここで聞いて、まあ映像としても見るような形になります。多分ね、すげえ前衛的でね、こう神秘的で精神的な感じがするんじゃないかなっていうワクワクあるんですけどね。まあこのね、プロジェクトっていうのって一つね、なんかこうグループとかバンドとか、シンガーソングライターとはまた全然違うなっていう気はしてて、まあすごい一人の監督みたいなね、こうなんか、一人のこうリーダーがいて、その人の世界観をみんな理解して、それぞれのスキルでこう構築していくみたいな。なんかそんな感じかなと。やっぱり、思ったよりサッカーとかバスケットの世界でもね、監督一人変わるだけでも全然戦術とか中のチームも変わるみたいなのあるじゃないですか。サッカー、そうですね。その記載常田大樹を監督として、おっきいんですけど、その時々のね、楽曲にアサインするメンバーを決めていって表現していくみたいな。まあ、すごいね、新しくて、流動的でね、一つ一つの作品が孤立してるんで、すごい楽しみなプロジェクト。これからも、やってほしいなと思うプロジェクトなんですけども、ファミリアね、ぜひ、見ていこうかなと思います。それでは行きましょう。ほな、レッツゴー！ウィー！スリー、ツー、ワン！Go! はい、早速もう、目閉じてます。気持ちいい。でもイントロはすごい、センターでしたね、音も。左右にバランス。右と左であんまり違う音ないような。あ、違うわ。なんか世界から見た東京っていうのを表現してるっていうコンセプト。やっぱりこうちょっと日本的な映像。象徴。この今のかすかに入ってる下の声。ワンオクターブ下の声めちゃめちゃかっこいいな。震えるな、これ。ドラム入った瞬間のこの重厚な感じ。ブクブク吐き出した吐く一粒快感に散らばる無数の石の粒生まれも育ちもこの世界の仕組みも全部俺も結局。うわ、気持ちいい。これドーンっていう音がこうなんて言うんですかね。おお、ベース。おお、独創的。うわー、すごいわ。すげえ柔らかいな、流動的で。かっこいいですね。
なんか映像がめっちゃこう、なんていうか裏の世界っぽくて、ドキッとしますね。なんかこう、左右から流れる音がすごい、自然の、万物に神は宿る感が、すごいある。基本的な美的な感覚じゃないけど。こう流されていく感じと覚悟して引き返せない感、かっけー。うちはなんかめっちゃかっこいいな。この音かっこいいな。このパイプオルガン、かっこいいですね。結構ね、チャーチミュージックでね、ゴスペルとかで結構使われたりする。映像がでもすごい、まあ、ちょっと僕のね、咀嚼能力では一回では全然、自分の中の思った感性は話せるんですけど。うわ！まあ、セーラー服のことをね、モンモンの方がこう抱き合う。あ、モンモンじゃないか。いやー、すごいかっこいいな。もう思い残すことはないとかね。はい、見ていきましたファミリアなんですけれども、いやー、圧巻でしたね。圧巻の映像と音楽で、今回映画の主題歌で、まあ、ヤクザと家族をテーマにして、そのまあ監督さんが今回のビデオを作られてらっしゃるということで、まあ、めちゃくちゃ映画ナイズド、されて、映画ナイズドっていうかね、まあ、映画監督が撮ってらっしゃるんで、まあ、映画の一部みたいなものだと思うんですけども、もうすごいね、世界観自体も、まあ、統一感もあり、もうほんとね、ヤクザと家族っていうのが、まあ、僕見た後に思ったんですけど、見た後にそれ、知識入れたんですけど、もう初めて初見で、ね、何の知識もなく見ても、まあ、それ、まあ、ヤクザと残された人とか、まあ、そのヤクザの人がもう振り返られない道だったりとか、もう今決めて進んだ道とか、でもその人を大切に思ってる人がいたりとかっていう、その関係性をね、表している映像なのかなとすごく思って、まあ、でもすごくね、なんか武士道というか、日本的なね、この美的な感覚、道徳感とか、自分を捨てるっていうかね。まあそういう感覚って結構特有だと思うんですけど、そういうものを結構表現してるのかなと思いましたね。で、すごくね、曲自体もね、全然、音数自体というか、音の
多分トラック数っていう、コントロールしてる数自体すごい多いと思うんですけども、すごくスッキリしてて、打点が少ないというか、打点はメロディーがすごく取っていて、他の楽器が、こう干渉してない。なので、すごく一本真ん中にメロディーがすごく美しくあるような存在感、ユギさんのあの存在感ある声があって、すごくね、コーラスとか、ハモリとか、で、声自体にもすごいね、いろんなエフェクトがかかってて、不思議な世界観を表現してるなと思いましたね。で、すごくね、鍵盤とかの音も、風とか海とかね、そういう、万物に神が宿るじゃないですけど、そういうちょっと日本的なね、自然を大切にしたりとか、なんかそんな感じもね、僕は楽曲からインスピレーションされましたね。ファミリアというプロジェクトがね、今後こういった映画と音楽とかすごい合ってるんじゃないかなと思いましたね。映画に対するこの BGM だったり主題歌とか、あれがエンドロールと一緒に流れたらね、なんかすごくその咀嚼する時間っていうか、映画に対して、あ、こうやったんかとか、あの時こうやったんかなとか、オープニングのシーンが最後に繋がってたんかなとか、あの子は最後どんな気持ちなのとか、自分がこういう立場やったらどうなんかなとかね。いろんなことをね、なんかこう、考えるというか思いにふけるじゃないんですけど、そういう時間を作ってくれそうな楽曲だなってすごく思いましたね。なんかこう、人間って、僕とかもそうなんですけど、こうなんか考えて考えてるとき、1たす1を考えてるときと、ぼーっと何かをこう思ってるときってあると思うんですよね。で、結構映画とか見に行ったときにエンドロールで好きな時間ってそういう時間だなと思ってて、なんか答えを求めるわけじゃないんですけど、ぼーっとなんかその同じテーマに対してこう半数考えてるような感情、そういう感情の助長したりとか、より深いところにね、こう連れて行ってくれるみたいな。そういう世界観ってね、なかなか出せないし、で、これスキルっていうか、奇才ね、常田さんのこの才能のもと、このすげえスキルが集まって、映像も集まってできてる世界だったんだと思うんで、すごいですね、これはもう映像、映像、アート、音楽だけにとどまってないね、この見せ方ってすごいね、美しいなって思いました。すごい美しいなって思いました。またね、ぜひファミリア、以外もね、今後のこのプロジェクトの新曲も楽しみにしていきたいなと思いましたんでね、ぜひ皆さんの感想もあればコメント欄で教えていただければと思います。こんな感じでね、音楽に関するミュージックアップデートコンセプトに、リアクション動画だったりとか、動画を投稿していこうと思っております。ぜひね、音楽好きな方は、一緒に、チャンネル登録していただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。動画を見てくれてどうもありがとう。いいねとコメント忘れなく。Be my family チャンネル登録。通知の許可もお忘れなく。バイバイ。